どうも、レポルトの内緒でございます。今日はですね、どこに来てるかというと、こちらでございます。わかりますかね。こちらですね、銚子にあります、飯田商店という駄菓子屋さんでございます。駄菓子屋さんに来ておりますよ。今ね、なかなかこういった、こう、たたずまいの駄菓子屋さんも本当にね、少なくなってきましたんで、ちょっとこちらでね、いろいろ買い物したり、お店を紹介したりしたいと思います。それで、行ってみましょう。レッツゴー！イェイ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 ！さて、店内です。やっぱ駄菓子屋っぽいよね。なかなかないよね、今こういう駄菓子。何買おうかね。9時とか懐かしいよね。昔よくやったけど、今もまだ現役であるっていうのはすごいよね。で、ここのいいところってほら、なんか、こういうね、文房具もね、売ってて、なんか昔のさ、駄菓子屋ってさ、こうやって文房具も一緒に売っててさ、で、それと合わせてなんかお菓子も売ってるみたいなとこ多かったよね。筆箱。半額。すごいよね、なんか、懐かしいよね。これさ、見る人が見たらさ、すごい欲しいんじゃないの、こういうの。絶対いると思うよ、こういうの欲しい人。色鉛筆。俺なんかこういうの持ってた気がするわ。なんか F1 のやつ。F1 の色鉛筆持ってたような気がする、昔。いいな、懐かしいな。サイン帳だよ、サイン帳。今まだ小学生とかやってんのかな、サイン帳。うわ、ラッキーマン、ラッキーマンのノート。ナイトガンダム。すげえな、おい、すごくない？下敷きいっぱい売ってんの。な、いや、こういうのいいじゃん、ほら。すごい、ケロケロケロッピ。こういうのも好きな人いるじゃん。みんなのターボ。何これ。ガリバーボーイ。知らないんだけど。こういうのまだね、売ってるんすよ、ここ来ると。ぜひね、来たらなんか皆さんの好きなやつあっかもしれないんでね、探してみてください。せっかくだからさ、ちょっと仕事で使う消しゴム買おうかなと思ってさ。なんか普通の嫌じゃん。これ見て、ランマ、ランマ、ランマの消しゴムで、ランマ2分の1の消しゴム、これにしようかね。ランマ2分の1、これ仕事で使おうかな。これ良くない？この消しゴム買おうか。ちょっと仕事で使ってる消しゴムなくなって、あとお菓子買おうよ、せっかくだから。何買おうかな。昔ね、ここでね、くじやって、ここに行ってね、カエル当てたことがあるんですよ。でっかいカエル。その時の様子こちらです。どうぞ、はい。くじ引き。1枚目。はい、おさん26番。26番、どれだ。あ、でっけえのと思ったら違かった。隣だった。でかいの隣だった。残念。ほんとだわ。ゲジゲジでした。ゲジゲジでした。いや、一番ゲジゲジ、ね、当たったかと思っちゃったね。なかなかね、なかなかね、当たりそうで当たんなくて。はい、2つ目が37番ですね。37番はどれだ。37番。おお、あ、当たり、当たり、嘘、ほんと、うお、やったー、なかなかでも当たんないですよ。本当ですか。おー、すげえ。あら、カエル、いいよ、カエル。いや、新年早々、これはいい、すごいですね、うん、
今年はちょっといいことがありそうな。いいことが、うん、あるかもわかんないですよ。一緒そのパンって取っちゃってもらって。そのパン取っちゃってもらって。あとやってきますよ、うん、俺。そう全然いいですよ。あ、もちろんだから。うわ、嘘。あららら、すごいよ。あららら、すごいですね。あれやった。カエルゲットしました。ありがとうございます。はい、というわけで。マーマレードボーイだよ。すごいね。これ懐かしいよね、ソフトグライダー。よくガキの頃遊んだよこれで。よくこう投げてさ、屋根の上かなんか乗っかっちゃってさ、取れなくなっちゃってね。ソフトグライダー。あとこれ、これ見て、後藤巻だよ、後藤巻。すごくない？高橋みなみ、すげえな、ほんとビビるよ。こういうのまだ売ってんのよ、こう。よく、あったじゃん、こういうプロマイドっていうの。あとシールとかさ、あったじゃん。まだあるんだぜ。すごいよな。すごい、もうなんか夢の国だよね。マジ夢の国だよ。何買おうかな、なんか迷うよね。これだけあるとすごい迷うよね。なんか駄菓子屋っぽいやつ買おうよ。せっかくだから。ね。あ、もし太郎にね。もし太郎買おう。もし太郎と、何買おうかね。よくわかんないくじ当たり、よくわかんないくじを、じゃあこれを1個と2つ買ってみようか。あ、こっちもあんだね。戦国部なんとか、戦国列でくじ上へ引く。じゃあこれを1個ずつ買ってね、後でちょっとこれ開いてみましょう。1個ずつね。あとはやっぱかば焼きさん太郎買おうか、ね、かば焼きさん太郎買って豪勢に行こうぜ。ぷくぷく鯛買おうぜ。あ、ビッグカツ、これも買いましょう。いいね、このぐらいにしとこうか。じゃあすいません、これください。お願いします。はい、ありがとうございます。このくじって何なんですか、これ。これね、うん、この3箇所開けて、はいはい、同じ絵が3つ揃うと当たりなんですよ。当たると何かもらえるんですか、うん、あの、例えば50点だったら50円分何か買える、はい。ああ、そういうことなんですね。なるほど。じゃあそれがね、2つ。はい、ありがとうございます。飯田商店さん、駄菓子屋でもあるんですけど、文房具屋なので、こういう文房具ね、そういったもの、あとこう、おもちゃ、昔こういうの買ったよね。火薬のピストルとかね。こういうのも売ってたりね。ノート類とかね、ノートだ、学校で使うものはもう本当に一通りここでね揃えることができると思いますんでね。断然ね、品揃えというかね、こうキャラクター的なものこっちの方が、あの普通にね、どっか違うホームセンターとかね、コンビニさんで買うより全然こっちの方が可愛いのがあったりね、お宝的なものもあったりするんで、絶対こっちの方がおすすめで、ついでにこうお菓子買えたりね、アイス買えたりするんで、で、値段がほら半額になってたりするのもあるんでね、もしかしたらこう掘り出し物なんかが見つかるんじゃないかなと思います。すごいな、本当にこう、こういうお店こそ宝だよね。残ってほしいよね。本当宝だと思います。今本当になくなってきちゃったからね、こう習字道具も売ってますよ。筆、ね。54円のくじ、これ引いて、そうですね、なんかこのやつが、この箱の中の、まあ、どれかが当たると、うん、14までがこのシールが貼ってあった、まあ、要するに当たりで、当たりなんだ。あとは16からここに書いてあるのをもらえるんです。了解です。じゃあこれ
2回やろうかね。2回や、ね、はい、2回やってみましょう。2回。じゃあ、すいません。2回分お願いします。はい、わかりました。やればいいんですよね。そうです。その真ん中辺、こういうふうに。まず1つ目。おっと。お、いいじゃん。いいですよ。14番。あ、14番。14番どれですか ?14 番。その辺かな、その袋。その辺あ、ここ番号書いてあるんですね。14番どれだ ?14、14。あ、なんか、が当たりました。これ当たりですよね。あれね。当たり。まず1個当たりました。二つ目です、二つ目。二つ目。今度はどうだ。でん。うわ、今度ちょっと番組しちゃった。44番。ラムネ。ここ、ね、ラムネ。だから青いこの袋。うん、あ、でもこれもないんですか？そうそうそう。これ？うん、それ。これだっていいじゃないですか。ラムネ。ラムネです。やったー。ありがとうございます。嬉しいな。なんだろう、なんでこんな嬉しいんだろう。ね。くじって楽しいですね、やっぱりね。ね、ありがとうございます。いただきます。はい、飯田商店なんですけど、ちょっと場所がね、初めて来る人はね、ちょっとわかりにくいと思うんですけど、ヒントというかね、こう反対側がね、清水小学校っていう小学校なんですよ。清水小学校。その、清水小学校の本当に真裏になります。真裏。ね。で、ここは、車でちょっとね、来ることできませんので、歩いて、ね。で、元銚子っていうのが向こうにね、銚子電鉄があるんで、そこ降りて、そうすると、すぐ、清水小学校目の前に見えますんで、それぐるーっと回っていただくと、こちらね、裏の方からこう回ってこれます、こちらに。回ってこれます。もしくは、反対側からもね、来れるんですけど、こっちの道、清水坂下っていう、交差点があるんですけど、そこのね、ところを山の方に登ってくると、こう、この不思議な空間に出会うことができます。ね。もしくは、光のゲートかなんか見えたら、そこくぐったらここにたどり着くかもしれません。ね。皆さんぜひぜひ、こちら、ね。もうノスタルジックな感じなんで、僕の夏休みに出てきそうな感じじゃないですか？こういうお店って本当にね、大事にしていきたいと思います。ぜひぜひこちら。火曜日が定休日になってます。で、夕方5時までやってるということなんでね、ぜひぜひ遊びに来てください。うい。はい、買い物終わりまして、かき氷を買いました。いちごミルクにしました。ちょっと暑いんでね。で、これ食べながら、さっき買ったくじね、これをね、ちょっと、中身見てもらおうと思います。で、なんか、中にね、なぜかこう、切手が入ってまして、切手ももらいました。じゃあ、まずこの、激闘ラグビーの方から行きましょう。これ3つ絵柄が揃えば当たりと。じゃあ、1個ずつね、行きます。まず1個。ラグビーボール。2つ目。えい、あ、もうこの時点で外れじゃん。もうこの時点で、その時点で外れでした。残念。はい、外れ。じゃあもう一個。戦国武将列伝。戦国武将列伝。こっちにもね、カモシカの切手が入ってました。この切手はちょっと謎なんですけどね。まあいいや。じゃあこれも一個ずつ行きましょう。まず端っこから。一つ目、でん。なんか、兜。ね、兜が出てきました、兜。二つ目。これもここで決まるからね。でん、あ、もうダメじゃん。軍配。で、三つ目。はい。はい、兜。ということで、二つとも、外れでございます。残念でした。じゃあもう、かき氷食べます。ね、今日買い物もたくさんしたし、くじもやったし、ね、かき氷も食べたし、久しぶりにね、飯田商店さんを堪能させていただきました。すごく、やっぱりこういうところをね、調子もまだあるんだぞっていうのを、ね、皆さんに知っていただければ、幸いでございます。じゃあ今日は、この辺で、お開きに、させていただきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いいたします。ツイッターとね、インスタの方のフォローもよろしければしていただければ助かります。それでは皆さん、
次の動画でお会いしましょう。レオパルドの愛称でございました。バイバイ。行こう行こう。